はい、どうも、小橋です。さあ、ですね、今回、なんとね、2022年第100回目のミンゴル配信なんですね。カッコ生配信除く。でね、それ記念していろいろ語りながらの撮影をしていたら、なんか撮影アプリが、吹っ飛んだ。なんか急にね、撮影されてたデータも残ってなくてね、今撮り直しをしています。ここまでをコンパクトにまとめますとね、プレイの方をね。今回ラリーなんですけど、小橋ね、男女10連ずつしか回してないんです。うん。で、その間にボールが特大になった。つまり、ラントナが特大になったもので、ラントナ優勝で1万5000ポイントが入る。形をやってるんですね。これね、ほら、2回目はまだ回して、20連目は回してない状態ですね。で、このまま行こうと思うんです。なぜなら、それでラントナをやっているだけって言ったら失礼なんですけどね。まだこの順位。そんなにね、頑張るつもりなかったんですけどね。なぜか75位がちらついちゃうんでね。ただ、ラントナ中心のラリーって、まずコインが増えにくい。うん。あと、もちろん、匠地形も増えない。果たして、この75位のところね、匠地形はプラス5枚になるだけのところに、何の意味があるのかわかんないけど、とりあえず行けるところまで行こうとしている小橋です。まあ、ただ忙しいけどね。仕事忙しいのにね、週末日帰りでね、名古屋に行ってしまったりね。楽しかったですよ。はい。で、ラントナの1回目を通常のウェアで本当に誰からも情報を聞かないでプレイをしたところなんです。うん。そこをしっかり配信してたのに消えたで、それを踏まえて砂ぼこりがかなりやべえなってことで、通常ウェアから今砂ぼこり得意特大のウェアを変えました。さあ、どのくらいアップすんのかわかりませんが、とりあえず変えました。それを踏まえてちょっとやってみようかな。ね、本当に詳しい計算しないんで、砂ぼこり特大で、などなどで、コントロール値が計算した結果、この見た目の278から800を超えていれば、通常のように打てる。コントロールがね。800ですからね。と、あれか、逆にドバイなんちゃらウェアの方もありなのかな。あるかな。ちょっと、何が正しいかはちょっとわかりません。とりあえずこれで行ってみる。行きましょう。ですね。で、ですね、100回目記念なのでね、話したいことがあるんです、小橋。うん。今年、なんと言っても一番ね、悲しい出来事があって、うおー !351 ない!これは大きな、ちっちゃな大問題だ。いや、それもないかな。351最悪なくてもいいのかな。ちょっと待ってね。これで。行ってみましょう。どうでしょう。なかなか、まず。さ、パッドコントロールがどのくらいかな。入って。いやいや、苦しいな。イーグル欲しいね、ここは。最低でも。最低でもって言ったら言い過ぎか。今年といえばね、何が起きたかっていうとね、いろいろな事情や、まあ、ちょっとね、もうミンゴルも5年ってことでね、
マンネリって言ったら失礼なんですけどね、とは本当ね、おのおのの事情でね、引退された方が、まあ多々いらっしゃるかなっていうところが、この2022年かなと思いますね。うん。で、もしね、もしなんですけど、引退された方で、また戻ろうかなっていう方がいましたら、よかったら小橋を頼ってみてはどうでしょうか。ね、小場第二っていうわけでは、もしかしたらね、枠の問題すぐに行かないかもしれない。もちろんその時に枠が空いてるかもしれない。うん、すぐに小場第でっていうところじゃなくても、うん、例えばね、まあ、前々書いてるね、小橋のオープンキャンパス、うん、で、そこから小橋とつながるとか、もちろんツイッターとかでね、DM をくださるでも全然いいですしね。なんかそこら辺でね、関わりながらっていうのはどうですか？うん。っていう、小橋の思いですね。まあ、いろいろな事情で引退された方いらっしゃると思うんですけどね。まあ、その中ではね、人間関係であったりチームの縛りとかがあってっていう理由の方もいらっしゃるかもしれない。小場台って意外とね、そういうとこ緩いんですよね。もちろんね、可能な限りのインとかね、可能な限りの連絡とかしてほしいんですけど、絶対に例えばこの順位まで上がれとか、そういうのとかね、全然ないね。もちろんね、モチベーション高い人のことの方がね、欲しいですし。まあそういうのを踏まえて、まずはね、この、小橋と繋がる連絡手段からね、繋がってみて、そこからね、また、ああ、ミンゴル楽しいなって思ってもらえる。うん。そういう風な、復帰ができると嬉しいなっていう風に本当思いますね。キー大丈夫かな。うん、よいしょ。はい。ですね。あとはね、あれかな。まあ、ゲームなんでね、あんまり今前の小橋らしくない発言するかもしれないんですけどね。まあ、でもこれ、前々から言ってる、これ、ミンゴルって初戦なんかさっきから語弊のある言い方ばっかしてるかもしれないんですけどね。言うてゲームなんでね。まあ、例えばね、もう完全にフレンドとかね、引退されて外れて、名前を変えて、一からやります。アカウントはそのまま、名前を変えて、もう SNS とかも全部名前を変えて、一から始める。っていうのもね、ブロックされてない限りね、一からやり直せるかなっていうふうに思うんですよね。もちろん、ブロックされてたらね、追跡とかされちゃうかもしれないんですけどね。でも、そこで追跡してくる人いたら、その追跡して、で、やんややんや言う人がいたらですよ。そのやんややんや言う人の方が、非があると思うんでね。そこは関係ないと思うので、まあそういう風な復帰の仕方も、ゼロじゃないのかなっていう風にね、思います。もし引退されたら、てか、引退されてる人でね、この配信をどのくらいの人が見てるかっていう話になるんですけど、まあもしね、ご覧になってて、あ、また復帰したいなっていうのがあったら、一度、小橋と絡んでみたら、いかがでしょうかっていう動画でした。はい、微妙な順位で終わりましたね。いや、5アンダーは欲しいですね。ここね、揃えていきたいと思います。ま、とりあえず、ちょっと他にいろいろ方法があるのか探っていきます。はい。ね。こんな感じかな？
どうしようかな。4、うん、これでいこうかな。ね。はい。順位を、言ってなかった。ですね。選手。ちょね、もうね、ごめんなさい。疲労困憊で、結局ね、伝えたかったのはね、もうほんと字幕で、補うしかないかな。伝えたかったのは、ね、ミンゴル、また楽しみましょうっていうことなんですけどね。はい、ぐだぐだですいません。では、先週のね、フレンドさんの順位ですね。さあ、まゆさん、来ました。21アンダー、8位、おめでとうございます。素晴らしいですね。20アンダー、ナバーロさん19位、おめでとうございます。さあ、19アンダーが、おぉ、25位でマナミンさん、37位で一気さん、46位、コウイチさん、52位、ワイハウツ様ですね。すっごいなぁ。さあ、18アンダー。ブラックさん、レモンさん111惜しい、HYO さん、ジーク、タミクさん、ムクさん、ファミリアさん、読めないさん、大王さん、すごいな、大王さんも、本当に。そして17アンダー、アーチンさん、TK タカさん、クンクンさん、シノンさん、ナンナンジャーさん、ハクロさん、マタシさん、タカポンさん、素晴らしいですね。さあ、16アンダー、ポンコツ1番と、ホワジさん、山崎智也さん、コットンさん、ゲゲノスケさん、シロさん、ワチさん、アップストーンさん、おー、マリコさん、トミリッチさん、パムさん、ですね。さあ、15アンダー、エグゼスさん、マーミさん、ピッコロ大魔王さん、DJ イオさん、ランスさん、麦酒造さん、そして私、なんとか1000以内に食い込んだ。本当にラントナだけで、あのラリーの順位にいるんかっていう感じなんですけどね。もう機械的にやっちゃいましたね。っていう言い訳を言っていいわけ。はい、アンドさん、つよしさん、いちごさん、まっすーさん、レフトさん、レフトさんは、この順位ですが、一回も勝てなかった。直接対決では。うりぼうさん、たらたらひなこさん、てかレフトさん、もっとね、多分お時間あればね、もっと高順位だったはずですからね。抜け作さん、ミックさん、ひろみさん、くらがさん、EJ ライトさん、さとしさん、P さん、ハッチさん、きょうさん、てんてんさん、いわひょんさん、こっコウさん2222ちょっと惜しいですね。ビビさんですね。さあ14アンダー、ウキョウさん、ネコトラさん、モモさん、ニシアンさん、コクリュウさん、一番さん、も失礼しました、モグモグさんは3000円超えてました。おまけですね、14アンダーお一人ですからね。はい、という感じでした。あの、本当にグダグダな配信で申し訳ございませんでした。ということでね、また今後もね、小橋動画、そしてね、何よりもミンゴルね、よろしくお願いします。ミンゴルの、引退から復帰を考えている方、よかったら小橋を訪ねてみてください。以上、小橋でした。バーイ。楽勝。これだ。